世界各国から莫大な人気を集める BTS。 厳しい練習生時代を乗り越え世界的アイドルグループとなった彼らですが、普段からアーミーへの対応が神すぎると絶賛されています。そこで今回はBTS の素敵すぎるファンサービスエピソードをメンバーごとにまとめてご紹介します。ファンサとは、そもそもファンサとはどういったものでしょうか。ファンサとはファンサービスの略で、アイドルやアーティストがライブ中にステージ上から手を振ったり投げキスをするなどファンに対するサービスを指すことが多いですが、ファンサイン会を開催し、芸能人やアーティストなどがファンの持ち寄った色紙やグッズなどに次々とサインをしていくイベントも含まれます。韓国アイドル業界ではファンとのコミュニケーションの一つとしてサイン会をよく開催しており、アルバムをリリースすると宣伝を兼ねてサイン会をすることが多いようです。サインをしている際には短時間ではありますが、近距離でメンバーと会話ができるため、大好きなアーティストと二人きりのひとときを過ごすことができるのです。メンバーの対応が神すぎる。いつもはステージや画面上で見ていたメンバーが目の前にいるとなると、誰しもが緊張したり感激したりしますよね。あまりの感動に泣き出してしまうファンも多々いるようです。 BTS のとあるサイン会で感動のあまり泣き出してしまったファンに対し、ジミンは優しく声をかけ、笑うようにジェスチャーでニーッと笑顔を作ります。そんな心温かい対応をするジミンに続き、その後順番で回ってきたジョングクはファンの顔を覗き込み、笑顔でギュッと手を握りしめます。その表情からは泣かないで笑ってという心の優しさが伝わります。続いてジンの元へ移動したファンですが、戸惑いながらもなだめようとなぜか手拍子を始めます。普段から明るい性格のジンですが、ファンを笑顔にしようと明るく振る舞っているようです。大好きな BTS メンバーにこんな対応をされたら嬉しくて涙が止まらなくなる気持ちもよくわかります。他にもたくさんの素敵なサイン会エピソードが盛りだくさんなので、ここからはメンバー別に紹介していきます。ジンくんが RJ をそばに置くのを微笑ましく見ていたけれど、こうやってサイン会でもらったぬいぐるみに顔を埋めるジンくんを見てしまうと、 RJ になりたい願望が湧いてくるし、それが無理でもせめてぬいぐるみのような柔らかい身体を持つ人になり疲れを癒してあげたいと切に思う。2016年に開催されたファンサイン会での出来事です。ジンはそこで誰も予想だにしなかったハプニングを起こしてしまうのです。集まったファン一人一人と会話をし、アーミーの気持ちを丁寧に受け取っていく BTS メンバーたち。そんな最中、ジミンが隣にいたジンをからかうようにジンに対して冗談めいた悪口を浴びせます。冗談と分かっているも、ジミンの言葉にジンはすぐさま拗ねた素振りをして、やってられるかと言わんばかりに近くにあった写真立てを攻撃し手で払いのけました。しかし次の瞬間、その写真立てが運悪く斜め前にいたアーミーの女性に当たってしまったのです。まさかの出来事に驚いた様子のジンとジミン。するとジンは真っ先に立ち上がり、写真立てがぶつかってしまったアーミーの手をすぐさま握って何度も何度も謝罪をしました。メンバーたちからはブーイングを受けながらも、ジンはアーミーの手をずっと握りしめ気遣い、心の底からアーミーを傷つけてしまったことに対する反省への姿を見せます。謝罪をしたジンはもちろん、ジミンをはじめとする他のメンバーたちもアーミーを気遣ったりジンを叱ったりと一致団結してアーミーの味方につき場を落ち着かせました。そんなメンバーの温かい姿にアーミーたちから絶賛の声が集まります。アーミーの中では有名なメガネをかける時の手をくるっと回してかける癖、本人は自分で分かってなかったという事実にびっくり。最後の本当？え？って顔が
立ちすぎて笑い止まらない。シュガーユンキさん、サイン会に日本人が来た時、日本語苦手だからじーっと顔を見つめてくれるそう。そんなことされたらその場で唐突しそう。シュガは普段クールで冷静沈着な性格ですが、アーミーに対する愛情が強く、それを言葉でしっかり伝えられる素敵なメンバーです。2015年に行われたサイン会でのことです。シュガがどれほどアーミーを愛しているのかが改めて感じられる出来事が起こりました。シュガはマイク越しに、本当におっぱですか？皆さん、本当におっぱですか？僕が好きな人なら、みんなおっぱだし、みんな、布だし、そういうものですよ。と語りました。おっぱとは、年下の女性が、年上の男性や兄にあたる人を呼ぶ言葉で、ヌナは、年下の男性が、年上の女性や姉にあたる人を呼ぶ言葉として、韓国業界ではもはやおなじみの韓国語です。大好きなメンバーに対しおっぱと呼ぶことに憧れるファンも多く、サイン会でも聞くことの多い言葉です。しかしメンバーより年上だった場合や反対に年下だった場合は、その呼び名にためらってしまうこともあります。そんなアーミーへ向けての発言でした。アーミーへ見せる表情や口調はとても優しく、その言葉の一つ一つからシュガがどれほどアーミーを思っているのかがうかがえます。アイドルとして素晴らしい、シュガの優しい人柄が伝わってくると絶賛の声が響いていました。 J-HOPE 細くとサイン会で会えたらって妄想してるだけで鼻血出そうになるし、同期息切れに求心求心みたいな症状出るから、私みたいなやつはいかん方がいいよな。J-HOPE はその持ち前の明るさと元気な笑顔でサイン会でもファンとコミュニケーションをとると有名です。時にはアーミーよりもテンションが高いことも。 J-HOPE は持ち前の陽気な姿でたくさんのアーミーに元気を与えています。そのはつらつとした声とテンションで会場の中はもちろん、会場の外にまで声が漏れていたそうです。アーミーはブースの外まで声が聞こえてて、その声だけで幸せになれたと語っています。 J-HOPE は外にまで自分の声が聞こえてることは知らなかったと思いますが、無意識に会場の外にまでアーミーに幸せを与えられるなんて魅力的ですね。またアーミーの要望に応えて、J-HOPE のトレードマークであるエクボを触らせてあげる様子もネットに上がっています。大好きなメンバーのエクボを触れるなんて夢のまた夢の話のように感じますが、それを実現させてあげれる J-HOPE は神対応そのもの。そんな素敵な J-HOPE にアーミーはイチコロです。 RM ナムジュンが怪我した時のサイン会のサインが愛おしすぎる。この頑張って書いたハードインBTS のリーダーである RM はとあるサイン会でアーミーに対しこんな心温まる対応をしたことで有名になっています。 RM の順番に回ってきたアーミーの女性は握手をしようと手を出しかけますが、その手をすぐに引っ込めてしまいます。 RM はそれに気づき、どうしたのですか？と尋ねました。アーミーの女性はもともと手に皮膚疾患があり、それを気にして手を引っ込めてしまったと話します。そんな言葉に対し RM は気にする素振りなく、ずっと彼女の手を握りしめ、大丈夫ですよ、ですごく綺麗ですと優しく声をかけました。また皮膚疾患があることは重要なことではないと気にする彼女を勇気づけました。さらっと思いやりのある RM の言動にアーミーも救われたに違いありません。このエピソードは世界各国のファンへ広まり、その紳士的な対応に感動を与えました。また RM から順番がスタートするサイン会で BTS を目の前にして、アーミーは感激のあまり泣き出してしまいました。すると泣かないで笑顔になってくださいと言い、笑顔を
を作ったアーミーに対し、僕で笑顔の練習ができたので、大好きなメンバーの前で素敵な笑顔で会ってきてくださいね、と言いました。泣いてしまったアーミーは、RM が一番大好きだったようですが、こんなことを言われた RM の謙虚な性格にキュンとして、また泣き出してしまいますね。ナムジョン役司会レポ。とにかく入った瞬間、会いたかったで、セクシーな声で、ゴッチをバッチリ、ロックオン。私の身長に合わせてしゃがんでくれるし、優しさが溢れてた。とにかくイケメンすぎてビビりました。身長も高くてスタイル抜群だし、なんせファンサが神。ジミン、こんなにアーミーからも公式からも、そしてメンバーからもジミンイコールひよこで認知されてるのに、前にサイン会でジミンがトラとひよことだったらどっちの方が似てると思うって聞かれて、僕はその2つから1つ選ぶならひよこよりはトラだと思うって答えた。ジミンちゃん、自分の中ではトラよりだと思ってるの。どう考えても可愛い。ジミンはサイン会での対応がいいと有名なメンバーです。いつでもアーミーに優しく対応をし、心温まるエピソードが数多くあります。中でも特に年上のアーミーに対し感動を呼ぶこんなエピソードが有名です。とあるサイン会で、一人のアーミーの女性がジミンに対し、ジミン、私の目標は1年以内にあなたの記憶に残るアーミーになることでした。今はアーミーが多いので難しいと思いますが、私は目標を達成できましたか？と尋ねました。彼女はジミンに会うことを心待ちにし、たくさんの努力をしてきたようです。世界各国で大人気の BTS メンバー。ジミンのアーミーは数知れず、そんな状況で記憶に残るのは難しいと思っていました。しかし、彼女に対しジミンは、半分は、と答えます。質問したアーミーは、来年はもっと頑張る、と話しました。するとジミンは、いいえ、私がもっと努力しなければいけないようです。お姉さんはよく頑張っているので、私の努力が足りません、と答えます。この様子がネットで広がり、たちまち、アーミーの中で、どうしてあんな綺麗な言葉が出てくるの？と絶賛の声が上がりました。出てアーミーはもちろん誰に対しても優しい思いやりのある出て。とあるサイン会でアーミーの女性が出てにサインを書いてもらっている時の出来事です。大好きなメンバーに会うとなると、身だしなみや化粧はバッチリしていきたいものですよね。ある女性はサイン会前に化粧を直したのか、歯にリップがついてしまったようです。それに気づいたテテは優しく彼女に教えてあげますが、大好きな BTS のメンバーの前で歯についてしまったリップを拭くのはなかなか勇気がいります。そこでテテはなんと自分の手で女性の口を隠し、自分には見えてないから直していいよとイケメンすぎる対応を見せます。女性もリップを拭くことができ、その後もテテがしっかりと確認してあげていました。彼女の気持ちに寄り添い、そこまでの対応できるテテの優しさはまさに紳士そのものです。16年10月17日サイン会のテテ、次に自分のとこに来るまでのカウントダウンが可愛すぎて辛い。ジョングク、 BTS の最年少メンバージョングク。サイン会では彼の最年少らしい行動や愛嬌たっぷりの行動が可愛すぎると話題になっています。しかし最強のアイドルジョングクはただの可愛いだけで終わりません。日本人女性が体験したとあるサイン会での出来事です。彼女は練習してきた韓国語でジョングクの歌と声が世界で一番大好きだよということを伝えました。ありがとうございますと帰ってくることを予想していたそうなのですが、その可愛さは想像をはるかに超えました。まさかの日本語で僕の歌と声が世界で
一番と可愛らしく首をかしげながら目の前で復唱したのです。あえて大好きは言わず黙り込み、アーミーの女性が大好きと復唱したそうです。もう死んでもいいと思えるぐらい可愛くて愛おしかったとアーミーは語ります。予想もしていなかったまさかの対応にアーミーはメロメロです。アーミーから私は無理だけどこれ未来のお嫁さんに渡してあげてねとブーケをもらったジョングク、優しく微笑みながら、はいどうぞ僕の未来のお嫁さんってそのアーミーに渡し返した。伝説リア殺しサイン会エッピは墓入るまで引きずるし、困難人生一の全力疾走で婚姻届持ってくる以外の選択しないだろう。いつ見てもジョングクペンの戦後の眼差し、顎乗せてほしいしほっぺ包み込みたいけど、実際ジョングク目の前にしたらただの石像溶かすと思うの。この要望したアーミーさん勇者だよね。こんなサイン会が実在する韓国ってなんて素敵なの。まとめ、今回はBTS のメンバーのファンサービス対応が込みすぎるエピソードを紹介しましたが、いかがだったでしょうか。まとめきれないほどのエピソードがあり、それだけ BTS メンバーが本当にアーミーを大事に愛していることがわかります。世界各国に名を轟かせるスーパーアイドルになった今も、昔と変わらずアーミーへ愛や感謝を伝える BTS メンバー、すぐにでもサイン会へ行きたい気持ちになってしまいます。